電子事件の分布図ですが、見てください。根城内で先日も発生した女子中学生の変死事件の現場とかなり近いですね。はい、警察は自殺と他殺両方の線で捜査をしていますが、そして気になるのが両事件とも亡くなった方に背骨の骨折。それはつまり折られたんじゃなく勝手に折れたみたい。そうなんです。骨に異常をきたす奇病のようにも見えるとか。目白って言ったらね、東京の仕事でよく豊島区の池袋の方に行くときに山手線。早期解明が期待されます。テレビをついてる。いるんだあの人。財団法人 PL 振興社 PL パーフェクトライフか。いつの間に公益がついたの。本当あら、やってくれたわね岸沼君。まいいか。実はもう一組あるのよね。私もあゆみちゃんたちに無断で天神賞に行くつもりだったから。英語オークションからのメールね。誰が情報を吸い上げてるのか。オブシャドウズは天神賞にあるのね。グッドタイミングよ。こうなれば勝負ね。どうせ今から涅槃に行くんだから。そのついでにあゆみちゃんより先にブックオブシャドウズも手に入れちゃおうかしら。石を見つけた一応の義理を通すためにあんな提案をしたけれど、本当はあの子の手助けなんて必要ないもの。あとはあの子がこの石の存在を書きつける前に。私らしくないわね。ここまで一つのことに固執するなんて。あゆみちゃんには悪いけど、黒魔術なんていかがわしいもので人を生き返らせるなんて。遺品なら持ち帰ってこれる。持ち主の魂を込めて喋る霊具として連れて帰ってくればいいのよ。親友だったナホちゃんすら霊具に押し込めてコレクションに加える。私ってなんて趣味が悪いのか。
手にドア開けないで。愛ちゃん久しぶりね。お姉ちゃんね、ちょっと今日は時間ができたから寄ってみたの。心配いらないわ、大丈夫だから。それより来るのは、あ、そっか、ごめんね。お姉ちゃん家に一人ちょっと通して、私喉が。はい。相変わらず気持ち悪いくらい相手の要求を察するのね。そうかな、喉が渇いてるかなと。大企業の会長業と教師の二輪をこなすって相変わらずの天才ぶり、すごいわね。そんなのじゃないわ、ただみんなに喜んでほしいだけ。この人は昔から何も変わらない、その天才ぶりが周囲に負担を。会長になってから少し会社の業務も楽になったわ。子供の頃からの夢だった先生。そう、ごちそうさま、出かけてくるわ。愛ちゃん、それ何の石なのかな。すごく。いいでしょ、放っといて。あ、心配いらないから。また会えるのは半年後くらい。仕事頑張ってね。ありがとう。じゃ、愛ちゃん、お姉ちゃんね、好きな人ができたかも。そう、よかったじゃない。庭さん、待たせたかしら、春雪くん。いや、平気だよ。庭さん、行くんだろ。準備はできてる。さやか、生きててくれ。水と食料を持って今行くからな。なほちゃんの親友、大上さやかちゃん、モデルもしていたとても可愛い女の子で、ずっとなほちゃんにくっついてその霊能探偵業をサポートしていた。さやかちゃんにずっと張り付いて好き好き言ってたのがこのクラスメートの春雪くん。霊能力のとても高い子だけれど、よく言えば前向き、平たく言うととても残念で、さやかちゃん待ってろよ、さやか。その明るさが失われるのは辛い。春雪くん、私が見てきたわけではないから信憑性はフルではないけれど、さやかちゃんにしても少し覚悟。死んでない、さえのきさんがついてたんだ。彼女が死んでしまうなんて、それはきっとさやかを身を挺して守ってくれたからに違いない。だとしたら
無事にさやかを救い出してあげないと、さえのきさんだって浮かばれないじゃないか。なんとかできる山じゃないわ。聞きなさい、庭愛子。水木流り、気づかれた。さすがに早い。君は確か転校生の。涅槃に向かう手段を得たところまでは褒めた。庭愛子、何度も抜け駆けするなと警告してあげたのに。どう？素直にその意思を。なんだと？そうはいかないわ。私にも目的があるの。篠崎あゆみの持つ意思は、あのクソチビパーカーに出し抜かれた。残るはそれだけ。でも外すわけにはいかないの。よこしなさい。これさ。黙れ、ぶっ殺すぞ。お前たち一般人はこれから起こる運命に身を任せていればいいの。何を言ってるんだ相変わらず先輩に対する口の利き方を知らないわね。あなたは言っても私はあなたより1学年上よ。チリもそうだっけ。ちょうどいいや、うちの教団のあいつに。ここが天神所。の石はここに来る直前に水木さんが。ってことは、あの石がないと私たちは帰れないわ。永久にここに囚われの身を。そうか。だけど、き
っと大丈夫よ。もう一組ある一周にいたあゆみちゃんという子が先にここに来ている。うん、庭さん、それよりもん探そう。ここにいるんだよね、さやかは。ええ、相変わらずね、春雪くん。自分よりも何より暗いわね。私のろうそくを使いましょうか。心配ないよ、庭さん、火は危ないから。はい、そして元の世界に帰るためには、あゆみちゃんを探さない。